4月24日ということでいきなり、えー、倒れてしまったんですけど広島対 DeNA ということで広島の先発がですね大抜きあ間違した玉村投手 d n a が大貫投手という投げで始まりました、えー、まあ広島のさよなら勝ちなんですけどね9 10回に、えー、牧選手のソロホームランでね、えー、勝ち越したのにもかかわらず三島投手がまさかの第5んということで まあなんでしょうか、ね、d n a はね、えー、今年は最初、山崎投手がクロザを務めたんですけどもまた三島さんがね、えー、またクロザに戻ってきたんですけども、えー、戻ってきて、えー、ここでねいきなり現状をぶちかますということでね、えーまあ、4月19日からク、ね、ロ、えーザに回ってるんですけども、えー、ここでもう一気に三島劇場といったところですねまあなんでしょうかね ま、三島投手らしいっちゃらしいんですけども、ええー、まあ、まあ、あと特に語ることは特にないですかね。はい、中日対巨人ですけども、打ち合いでしたね。序盤からね、結構激しい打ち合いでした。えー、先発投手陣が、えー、高橋投手じゃない。赤星投手と福谷投手ということでね、始まりましたけども、福谷投手もね、らしくない投球でしたし、高橋祐希投手もですね、えー、高橋祐希投手じゃない。えー、赤星投手もね、えー なんでしょうかね、えー、らしくない投球だったかなということで、な、ま、ん、あ、でしょうかねこのランドス4年生というのかあ結果的には中日だったわけでございますけど、巨人としては、ね、4回以降得点が取れてないので、まあ、あれですねもう一気にもう逆転を許してしまったとっいう時点でおそらく、えーその、巨人の打線というのは、もう沈黙してしまったのかなというところでね、まあ、追いつかれてしまった時点ではもうね、点が入ってないので、 まあ、ここでね、えー、抑えるか、抑えない、抑えるか、抑えないかというところでね、まあ、おそらく中日のその投手陣の、こう、まあ、差があったのかなというところでね。さあ、ヤクルト対阪神ですけども、えー、ヤクルト先発が金久保投手、そして阪神はガンケル投手ということで始まりましたけどね、えー、ということで、えー、金久保投手が乱調ということでね、えー、対してガンケル投手は5回2失点と、まず試合を作ってくれたということで、 阪神が終わってみれば16アンダーで11得点を挙げる対象ということでこれまでね、えー、気づきあの上げてきたこの借金というのはね、そのうっぷんを晴らすがごとく、えー、一気に打ちまくった、えー、阪神打線がね、えー、ここで一気に解消ということになりましたね。えー、序盤ね、佐藤輝明選手、中野拓夢選手のねベッ、えー、九段が光ったり、その後、中野選手のタイムリー,、えー、さらには伊藤原選手のね、と、えー、いうところも、まあ、伊藤原選手ね、今シーズンあまり絶不通だったんですけどね。 えー、まあ、まあ、ファンブルというかですね、まあ、エラーによる失礼ではありますけども、おまあ、ここで1点取れたとていうのは本当大きかったですし、あと、小畑選手にもホームランが出たりと、えーまあ、特に中野選手が一番活躍したのかなとは思いますけどね。はい、オリックス対ロッテということで、えー、佐々木ロッ希投手がね、ついに打たれてしまいましたヒットっていうことで、さらに失点付きということだったんですけどね、5回に失点ということだったんですけどね。 はい。えー、これで今シーズン3勝目ということで、え築、ー、き上げてきたクオリティスタートっていうのもここで途絶えてしまったということでね。まあ、ちょっとね、え玉、ー、数もね、完全に稼がれてたっていうところもね、まああるんですけども。まあ、ただここまでの成績が本当に優秀なんですよね。これ終わってもなお脱三振が60。これもリーグダントツです。えー、脱三振率が脅威の15.00。えー、ケイシルスビーが12.00。えー、ウィップが0.50とはあんまり見たことない数字になっております。はい。 とということでまあほとんど語ることはないですけどね、はい、まあ、オリックスとすればね、佐々木朗希投手から、ね、ヒットを打った、そして失点をさせたという時点でもうほぼほぼ勝利なんじゃないかなと、個人的には思いますね。さあ、ソフトバンク対日本ハムということで、ここまでね、結構割と、とうとどっちも譲らずという展開だったんですけど、結果的にね、ソフトバンク暴力がね、えー、日本ハム投手陣を圧倒した感じでね、えー、この3カードを終えました。 えー、終わってみれば11、えー、ジュニアなで11得点ということでね、東山投手投げては7回2失点の好投だったということで、今度はね、日本ハムの投手というか完全崩壊ということで、えー、してやったりっていう感じじゃないですかね。はい。そして、西武対逆転ということで、えー、ベルーナトームということで、先発が滝中投手と、えー、西武の先発は円数投手ということだったんですけども、今回も円数投手で勝ち負けつかずということで、えー、勝ちにも負けにも恵まれないというのはね、これなんかあるんでしょうかね。 あ、失礼しました。勝ち負けというか、ここまで一生いっぱいだったんですね。これは大変失礼いたしました。はい。勝って負けて、今回は、えー、勝ち負けつかずということだったんですけどね。はい。えー、ということで、まあエンス投手はね、ちょっとイニング稼げてないんで、ここはちょっと先発としてのはね、えー、あれはあるかなと思うんですけどね。えー、5回途中で、え2失点の降板だったということで、球数稼がれすぎですね。まあ、ここでの降板ということになったわけですけどね。 まあ、ただ、それ以降はですね、えー、平井都市、水上都市、平井都市、松、ま、戸、あ、都市とね、粘り強く投げて、えー、楽天の打線をね、圧倒したということで、セーブにありましたけどね。はい、ということで、ちょっと佐々木朗希投手なんですけど、ちょっとあの場面っていうのはね、えー、まあ、なんて言うんでしょうかね、ちょっと白井球種の方にもね、まあ、 重ななきゃいけないところはあるんですけどね。まあ、おそらくあの表情から言うね、えー、ボールなのか、あまあ、嘘だろうというようなね、表情にこう見えて、まあ、それだけでちょっと詰め寄っていく、まあ、しない球審もね、ちょっとどうなのかなと思うんですけども、えー、その審判団のね、えー、判断からするように、まあ、彼は熱い男ですからというね、えー、判断があるんですけども、これまで結構割と更新だったりとか、えー、ボール判定、ストライク判定で結構危うかった、えー、審判なんですよ。 えー、なので、選手間とかね、監督間の中でもあまり信頼もないですし、かなり批判もね、えー、ある、えー、方かなというところで、まあこれをいつまで、えー、一軍のね、えー、球審として、審判として使っているのかっていうのがね、これもちょっとファンにとってはね、えー、結構やじられまくりなんじゃないかなと思うんですけども、まあどっちにしても試合球審をね、もう一度再始動していくっていうのがね、まあ一つあれなんじゃないかなと思うんですよね。 まあ、おそらく、あの、佐々木朗希投手のね、球があまりにも速すぎて多分見えてないんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。はい、ということで本日は最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。